はい、こんにちは、ミガスです。今日はですね、GoPro Hero 4 Black、これのね話になるんですけど、GoPro Hero ってブラックとシルバーと無印の3種類あるんですね。無印は最低限のやつ、最低限の機能がついてるやつで、ブラックとシルバー、これ画質は同じなんですけど、違いが何かっていうと、ブラックの方がちょっと処理能力が高いんで、まあ、フレームレートの多い、まあ、4K だったらブラックが 30fps でシルバーが 15fps っていう違いになるんですけど、最大の違いはね、シルバーの方は後ろが液晶付きなんですよ。でブラックは液晶ないんですね。なので、あのスマホアプリとかでスマホでこう画角チェックとかね、そういうのしなきゃなんないんですけど、オプションが出てるんですよ。今日紹介する商品はこちらです。これあの GoPro 用のタッチパネルの液晶になるんですけど、自分はね今あのソニーの方、ソニーのアクションカムメインで使ってるんで、あれあのここにリモコンつけて、ここで画角チェックできて、カメラも切り替えできるんで、すごい便利なんでそっち使ってるんですけど、まあ、これをね GoPro につけてあげることで GoPro のちょっと出番も増えるかなと、あのカメラの使い分けっていう部分で便利になるかなっていうところでね、導入してみました。早速開けてみようと思います。なんかあの本体の箱と似てるんですけどね、下がビニールですね。でやっぱりこうねテープで止まってるんですよね。これがな、開けずれんだよな。また破けた。やっぱり破けんですよねこれ。うっ、お取りづれよ。こんにちは。はい、このようにね、いきなり本体が、ああ、本体が、ああ本体が出てきました。ちょっとね反射してるんですけど、こんな感じでございます。こんな感じですね。はい、ここがあのザクッと刺すとこですね。ここにボタンついてますね。これ電源マークと再生マークがついてるボタンがついてますね。でスピーカーっぽいのがあって、ヘッドホン端子もあるといった感じになりますね。で今これフィルム貼ってあるんですけど、これ後付けの保護フィルムとかないんですかね。なんか探せば出てきそうな気もしますね。はい、もう一個の箱の方は、説明書がどっさりとなんだこれ。こんにちは。いろんなケース用の蓋、まあ液晶後ろにつくんで後ろ分厚くなるんで、いろんなケース用の蓋が入っております。はい、最後にねこれ液晶の入れ物、液晶の入れ物が入ってました。へえ。はい、ではちょっとくっつけてみましょう。本体出てきましたね。でこれにこうね、本体の後ろに穴がありますね。ここにこれをくっつけるわけですね。なんだろう、ここがねこう引っかかるような感じなんで、これをここにこう引っ掛けて、ザックと、でかっ、すげえでかくなりました。すげえでかくなりましたね。電源を入れてみると、おお、ついたついた。こんな感じで映っておりますね。ん？あ、何これ。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。